80点でもいいから、お互いがハッピーだよ。お客さんも100点を望んでるとは思わない。80点でもお互いがハッピーになれば、それは100点か120点になるから。田村正和だったか、まあ、分からない、忘れるかもしれない。まあ彼が 主役で、なんかフランス料理店のオーナーシェフみたいな感じの昔でいうトレンディードラマがあって、かっこいいなと思ってたから、で別に料理を作るのも嫌いじゃなかったけど、できない、くればなんとかなるって思ってた。全く甘かった。勉強しなきゃやっぱり英語はできない。イミグレーションでなんか質問されて、Yes, yes, 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 no, 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 yes. そんな感じでした。いろんな名前考えたけど、まあ俺毎日店にいるし、自分の名前使った方がその店と俺とのなんかお客さんの認識として一番分かりやすいと思って、さあ前ここは UG's from Japan だけど、一番最初のさ UG's Japanese Tapas、 なぜならばその時もっとこう自分がやってきたフレンチと和食を融合させたフュージョンみたいなそのメニューが多かった。お客さんをエンジョイさせるためのパフォーマンスも必要だ。美味しい料理を、カウンターの仕事って美味しい料理を作るだけじゃなく、お客さんもやっぱハッピーにしないといけないって思いながら仕事をしてるから、日本のね板前さんみたいに俺の言う通りにお前食えよってこう自信を持って出す、それまあそれも一つの職人だけど、やっぱり僕のスタイルはカウンターに座ったお客さんっていうのは板前さんと会話もしながら楽しい食事をしたいわけだから、そこだね。俺が勤めてるのはお客さんをハッピーにさせながら、まあ、できるだけ美味しいものを提供するっていう。パーフェクトじゃなくてもいいじゃんっていうのは、ハッピーになってくれたらそれでいいから。働く人もハッピーじゃなかったらお客さんもハッピーじゃないからね。最近年を取ってそれをすごく思うようになった。